腕が細いんやな。今度ポージングの練習を行ってきます。ふっ朝は、プロテインのルーティンを変えていません。でこの後にあのコーヒーを飲むんです。現役に対してもルーティンは変えていません。ただ1日6食食わないとダメっていうのが辛いだけです。多分体乗せてダメですか。そうなの。体乗せんやん、服着てるやん。あ、それはです。なんか言って。あ、今からパーソナル頑張ります。あれはシーンです。それは絶対乗せたくない。絶対乗せたくない。やばきっつ。ああ。I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm close to the end. I'm close to the end. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Baby, right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out the stage, yeah. I'm okay. Okay, it's a dream. And I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I get it. Head down. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay. I just lose it. Have no shame. I admit it. Can find me to see if I succeed. To see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best. Hey, Sha. Hey, Sha.よいしょ。ジョー。最近ね、生きったインスタばっかり上げて、芸風変えやがったな、こいつって思われてるかもしれないですけど、これは戦略なんです。僕がパーソナルトレーナーでしっかりやっていく、まあこれから僕はパーソナルという仕事を主軸で頑張っていきたいと思ってるんですけど、やっぱり体は乗せない。体をやっぱり裸だということを Google 先生に聞いたので、パーソナル業はやっぱり裸だということを Google 先生に聞きました。ちょっとお見苦しいかもしれないですけど、正直まあまあいい体してるんで、僕乗していきたいと思います。北新地で、大阪の北新地ですね、ジムをやることになりました。オープンが多分5月になると思うんですけど、もうすでに僕のお客さんたちは、そこでやっています。僕も、勉強しながら、日々進化しながらやっていきたいと思うんで、共に頑張っていきましょう。ということです。YouTube なかなか、更新できなくてすいません。忙しいと言っちゃ忙しいけど、何をしてんのかと言われたらはっきり言えない。そういうような状況です。なんかちょっとこう、道が見えてきたなっていう気はしてないわけでもない。ちゃんと仕事して、やってきたぞーす。型が僕は足りないっていうことなんで、型がもともと広い肩幅がさらに広くなってナウシカになっていきますよ。僕は J リーガーからナウシカへ、元 J リーガーからナウシカへ。
今ね僕6食とか1日6食とかでやってるんです。というのは嘘です。本当は6食なんだけど、朝ごはんどうしても今まで食べない文化でやってきたのでちょっと抜いちゃってます。4食とかですよね今で。こうやってフルグラを都度食べるようにして糖尿病まっしぐらですね。ただ僕はちょっと体を大きくしないとダメみたいなんで、専門の人が言うには。なんでちょっと糖分多めにとってます。本当はねオートミールとかカッコつけた食べ物食べたいんですけど、ちょっとまだ僕には難易度高いかなっていう状況です。よいしょ、さあ食べよ。阪神ばっかりテレビが阪神ばっかり。これはすごいお世話になってます。 J リーガーの人たち、現役中にこの免許資格取っとくことをお勧めします。僕みたいなパーソナルトレーナーになりたい人、そういう人は絶対に取ってる方がお得です。チームメイトからも、健太くんあれどうやって撮りました、ウェブコースですか、なんとかセミナーなんとかですかとかって聞かれます。一番安いやつで撮ってください。で時間かけてしっかりやると受からないことはないので、みんな頑張って、興味ある人はまずはサッカー頑張って。今でもどんぐらい上げるんですかベンチとか。ベンチはなんか見た目よくしてるだけやから、ああなんつうのこうドロップセット、はいはいはい、あのあんまりこう重いの上げるっていうよりかは肥大さしてるって感じ。それで何キロぐらいや。この間は100キロ上げたかな。マジで100キロでそんなドロップセットいけん。あ、ちゃ100キロを8回、ああでその後、70キロ、80キロを、10回、うん、で、70キロを10回みたいな感じ。9、10、11、12、言わん、人生と一緒。13、14、15、16、OK! バリうざいやろ。お疲れ。お疲れです。えい、いや、大丈夫で見えないから、そっち側の今日も最高の一日でした。最近クラブハウスのせいで寝不足ですけど、なんとかこれを乗り越えてクリアしていきたいと思います。じゃあ明日も頑張ります。おやすみなさーい。チャ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 オチャ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 オチャオチャ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 オチャ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 チ